这。第11章干架的胜算，喧哗闹胜算，中文翻译叫干，为什么不叫喧哗的？荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで、新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを縫ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青二歳が。青二歳ね、覚えていますか。10年前私が初めて政界に進出した区議選のこと、民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか。現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。
綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。ここが春日君たちのアジト？ああ、遠慮することはねえ、くつろいでくれ。まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば、どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順儀から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は？あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか？警察？春日君ニュース見てないの？そういや、ここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ、あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか？そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば、事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って、演出のおまけ付きってこと。くっそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に。わかる。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも。
偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方し、かくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば、早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは？おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。はい、やな。我靠，彻底崩溃，治安恶化，准备迎接袭击。Holy shit！ 这下好，人进来。感觉他那边怎么又出事儿了？肉身之壁全面崩溃，直接后果就是治安恶化，治安比原来还差，原来就不怎么样了。骨が折れそうだね。任務完了。
っちかまで行く。それでは。どちらまで行かれますか？そうですか。さあ、片付けるかね。武山是什么意思？パーティーの開始だ。容赦しねえぞ。順滑万物。見せてやるよ。見せてやるよ。逃げるな今。私の番ね。来てみろ。任務完了。どちらまで？それでは。118。最後の仕上げ。赛车还没准备好吗？どちらまで？それでは。
ってると思ってるよ。やってやる。こっち来いよな。授权灵感的金纳美，我主要是想给赵练练手，看看这些招怎么用。还是爆不了，要等那个最后一个人。哎，也不知道这人什么时候来。他这个招好帅，開けてみるか。開いたぜ。
行かれます。それでは。いらっしゃいませ。お、ナポリタンがあるじゃねえか。俺ナポリタン大好きなんだよ。俺も好きだぜ。うめえよな、ナポリタン。このお店のはケチャップたっぷりでいいよね。いや、みんなが大好きなナポリタンについてとっておきのトリビアを教えてやろう。トリビアって言い方久しぶりに聞いたわ。ナポリタン発祥の地はなんと横浜でしょ。え、そうなの？イタリアっぽい響きなのに。我也以为是意大利。さっちゃん物知りだな。結構有名よこれ。横浜発祥のものって結構あるのよね。どうした、足立さん。いや、話のオチを失ってちょっと戸惑ってるだけだから気にしないでくれ。ナポレスイメージは横滨だ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いらっしゃいませ。震惊了。ありがとうございました。下次去吃吃。すまねえな、いつもおごってもらっちまって。いいってことよ。これでみんなが元気になんなら安いもんだぜ。だが、おごられっぱなしで普通にしてるってのも厚かましいし、今度は俺にも出させてくれよ。いいって、気にすんなよ、水くせえな。そうか。じゃあせめて、次は俺のポイントカードだけでも出させてくれ。さあ、それは厚かましいな。やってやるぜ。やってやるぜ。さあ、覚悟しない。ほら、来いよ。気がするぜ。
本気でやったら出に行こうか。邪魔だよ。やってみろ。俺はやるぞ。なっちゃったな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何か。ありがとうございます。ご用ですか。応援しています。ご用ですか。なあ、はい。在路上能碰到哪些活宝？这怎么回事？为什么这么多人在这儿？
ようやく来たかい。浜子さん、これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろう。こいつら、私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい。景気いいじゃねえか。あれ、誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだい。あの子たちは一人残らずやめたよ。閉めるんだよこの店は。え？異人町再生シェルター。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。無料で住める。じゃあ店の子たちはそこに。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだい。困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね、私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。ありがたいって、前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。でも今回こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよ。なんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだい。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところわざわざ異人町まで足を運んでくれてんだよ。青木亮が今日異人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。若が異人町に来てる。挨拶に行くか。いろいろと聞くチャンスかもしれない。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。そんな簡単に近づけるわけないだろう。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。なんで最後まで張り切ってんだよ。悪い、浜子さん、ゴミ出しは別の日でもいいかい。え、どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。おう、悪いな。式場の場所わかるか。異人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。野々宮の時に行ったでしょ。あそこか。よし、早速行こうぜ。 OK、 今天就到这儿，以后继续。如果你现在让我给个分，应该是九到十之间，没有到十，但是比九要稍微高那种。我这个原最主要的原因就是这个遇怪机制太那啥了，操！
这个是最主要的，这个让我没有够到十地步的原因。这域外机制太烦人了。哦，我之前不是说这个游戏它因为它是计时回合制，所以如果你因为它很多技能是要你那个让敌人形成一条直线，所以我说如果你这些如果我能控制走位，八里面我看了八的宣传视频，八可以了。他们是真知道自己的游戏哪里可以提升的。我说这个地方直接提，看我操，新作改了，我操牛逼着。现在八就可以自己控制走，哦，而且八还有一些，它增强了计时制，比如说八里面有一些极技啊，就是你打开以后，它你是进入一个状态，这个状态是计时，你要去就是拳击敌人，那些都是你自己实时操作的，它就不是所有的极技都是播片了，越来越计时制了。说实话，到最后啊，万一有一天，就是允许你直接切换计时，然后切换回合都有可能。你按一个键进入回合制啊，你不想进入回合制也行，你按一个键就进入计时制，很有。对，那我记得有些游戏就是有两套，你可以回合可以不回合，记得是哪几个，有个 CRPG 来着，我记得。不过他这套绝对我认为是比回合制有意思，等八比要更有意思。主要是他没有让回合之前那么突兀，就是不是我们在街头干架，然后两边就你打我一下我打你一下，那什么玩意儿，对吧？所以他就是你虽然你这个实际上是这样，但是你的因为他在那个过程中他双方一直在做小动作，比如说他对方会有假出拳那种感觉，然后你晃一下，然后你这么晃一下，就并不是说双方就站那里不动，看似好像是在打，只是还没有出手吧，这个状态做的挺好。不过确实按照世家，这个世家现在三个头牌，我记得是女神异闻录、索尼克算不算啊，应该算吧，还有如龙，但是这如龙的销量确实有点低，我靠，不知道为什么。我看他下的功夫很大，你看那个三，这个特别是八代，我觉得他对八代寄予厚，那八代首发不是，哎，八代不对，好像没有 XGP 是老版。对了，星空的销售额是 Steam PC 平台的前三，即使它是 XGP 游戏，这前三的游戏包揽了 Steam 平台上40%的收益，剩下的小笠原君，君と初めて出会った日のことを今でも昨日のように思い出します。说实话没有多少人玩 MOD 的，说实话看劳滚5主机版卖了多少，ちょっと通してくれ、俺たち用 MOD 只是少部分。あなたたちもブリーチジャパンなの？いや、違う。でも小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。無理無理。今日の参列者は。说实话，大部分玩家就大部分那种主流的玩家根本就不在乎帽子。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ。本日の式場をここ偉人町に設けたのは、小笠原くんが最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は偉人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した。学生時代の学友として、同じ志を持った仲間として、そして
君の親友として本当に本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの偉人帳にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し、天国で見守っていてください。都知事、一番辛いのは青木さんだってのに。いい調子だったな。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技よね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。おい、出てきたぞ。行くぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします、どうか一言。総選挙への意気込みは。ちょっと押さないで。道を開けてください。はい、青木、通してください。青木都知事、ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？都知事が電車で来るはずね。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだが、偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か？ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ。この近くに地下駐は？でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。走着走着，路过主线给拉进去了。本来想打棒球去，算了，做主线。因为这个时候，按照叙事上来说是情急危急的时候，危急的时候，所以不应该在那里打棒球。说不过去。私の番ね。なめんなよ。さて、夜の叩きのめ。絶対負けない。てれー。ほら、来てみろ。ほら、来いよ。やってやろう。なめないで。出ると思った。好，至于下，我在这街上打完一帮人，下个路口又来。哎呦我操！他妈
的，真的跟丧尸围城一样。这真的过分了。他后面会给一个徽章，让街上人不攻击你，但怎么打了这么久还没遇到？操！又走两步又来吧。逛街不能好。時間他是说过为什么现在这么多敌人呢？我想起来了，因为剧情上这个肉身之壁已经崩溃了，这个地方的治安恶化，他还特别提示过，全域治安恶化，敌人强化，御敌更频繁。这段时间，所以他妈到处都是，之前都没这么多。可惜不能扔河里，我觉得他应该强化一些环境意识，比如说这边这样扔的话，可以直接把敌人扔河里去。分かった。
こっちはすぐに発信できるようにしておく。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。ピンゴね。ナイスだぜ、サッちゃん。行くぞ。这么大声音，人家听不见，跟聋子一样。操！おい、なんだお前ら。お前らここで何してる？通してくれよ。都知事と話がして。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。だったら何者だ。お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだって。ね？ダメだ。どうしても？ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。他们能听得出口音，我是完全听不出来。对，我一点也没听出来。つまり、オウミだな。ああ、否定しねえのか。都知事の警備がオウミ連合のヤクザだ。因为日语太差，根本听不出来。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人。関西弁やからって、全員がオウミ連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなよ。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあお前ら、おとなしくそこをどけ。さもないと動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。ドーク。っていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あ、くっ、嘘だよ、ど素人め。なめやがって、クソが。いたまえ、こいつら血祭りや。両腕を割らせる。よし、いざ。 SP。 なんで寝起きだ。寝てんのか。さて、なめんなよ。叩きのめ。邪魔。
何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。なあ、ああ、ねえ、いいや、待った。おい、ああ、打棒球去喽。我玩儒龙啊，应该是写完，反正能拖的就拖，这是我的宗旨。それでは。为什么世间会有这种没有人喜欢干的事情存在？有人喜欢写作业，你要给我工资，我说不定愿意写。搜致命公司，结果弹出来的联想是致命公司陪玩，这个，哈哈哈哈，这游戏四人组队太难了，难不成？还有这种？どうするかね。行くぜ。那也不需要陪玩。
球か。懐かしいね。ナンバーは野球経験者なのか。まあそんな大層なもんじゃねえ。ガキの頃はよ、大会に出たりもしてたぜ。すげえじゃねえか。うまく打つコツとか教えてくれよ。そうだな。まず重心を前にしてリラックスした構えをする。ふん。バットに当てる位置も芯じゃなく少し先の方を狙うんだ。これで打球の勢いを殺すことができる。ふむ。ん？バットに当たる瞬間に少し体を後ろに下げるとうまく転がるぜ。おい、それってまあこんなもんかな。バントのコツは。バントのコツかよ。罰戦なんだからホームランの打ち方を教えてくれよ。それは知らん。俺は听不懂他们在说什么。什么触击？あ、そう。哦，不能直接买那个高级球棒，是你要自己打出来的。你想得美吧，直接用钱砸出技术了。初级、中级、超人级，我操！よし。あっし。カットバスで。わし。本垒。パー。くそ。棒球太难打了，就算是在这上面都好难打。哼，好，爸。真是搞笑。哈，上。開けてみるか。やったぜ。正気徽章。おっと。何ここ？超景色いいじゃん。あった。俺の秘密の場所がバレちゃったな。蝶のお気に入りの場所なのか。考え事をしたいときは一人でよくここに来るんだよ。確かに。ここからなら景色も綺麗だし、いいな。ただたまにネットの穴からボールが飛んでくることがあってね。え？ホームランボールが当たることがあるから気をつけないと。ゆっくり考え事なんてできないわ。这个楼的那一套为什么尤其做得好？别的楼的那一套都是平面贴图，为什么这个楼是立体？
いらっしゃいませ。来，咱们有钱全给我点了，所有的。你看这法式焗龙虾，我靠，鸭胸肉、羔羊肉佐罗勒酱，我的天，太美味了！来来来 ，come on come on， 才六万块钱而已，六万日元。いただきます。いただきます。六万日元就是六百加币，其实挺贵的。四个人吃六百加币、嗯、啊，不止四个人，我操！豊かなアタックですね。怎么这么多人？シルクのような舌触りと七个人、这么便宜啊？素晴らしい。アタック、グラマラスボディ、何のことだ？よくわからねえが、グラマラスなバレーボール選手がこの店に来てんじゃねえのか？マジか。どこだろう？さっきから何をひそひそと話しているのですか？いや。ナイスバディなバレーボール選手が店に来てるって。え？どこです？いや、あんたが言ってたんだろ。アタックとかグラマラスとか。ああ、あれはワインの表現ですよ。アタックは一口目の印象ですね。グラマラスもワインの香りや味わい深さを表現するときに使います。フルボディなんて言ったりもしますね。ちょっとキザな言い方でしたかね。いやまあお前さんが言うと様になるな。いやただ俺らみたいなのがよ、グラマラスでフルボディだって店で言ったらセクハラになりそうで言いにくいな。俺らって、そんなことないと思いますよ。昔からの表現ですし、悪い意味で使っているわけでもないですからね。そこで騒ぎ立てるのは野暮ってものですよ。そうか、よし、じゃあ店員さん、グラマラス一丁。すみません、その言い方は多分ダメです。和进参效。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ちょっと飲みすぎた。酔っちゃったかな。どちらまで行かれますか。それでは。两个便宜的啊，一次只能值两个，那么问题就来了，我指过谁没指过谁，我怎么知道啊？这，但我忘了，完蛋了。讨厌油炸食品，什么是啊？炸鸡皮是油，有人讨厌油炸食品，你敢信？是不是有点离谱？所以到底有什么意思？我的意思是叫两个女生来陪你吃饭喝酒有什么意思啊？都不认识，甚至陌生人，无法理解，恕我无法理解。哦，那，那，啊，这边这个玉渲染做的真不错。
若。こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃ、ほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若这个还是发型呢，都忘了这发型。あの、若。おう。用足しは済んだのか。
俺は帰るからそれで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。酔っ払いだ。何あれ、具合でも悪いのか。見るんじゃねえ、見るんじゃねえよ。おい、起きろや。こんなとこで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。わざわんじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんて、いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ、え、田舎のおもちゃ屋か。あ、おもちゃだと思ってんのか。本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした。ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな、見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくせ。てめえ、いい加減に。この男が鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。
誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。ふん。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな。じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたらその時民事党のやつらはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今更彼女らにビザが降りるわけがないだろう。
シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して偉人帳を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないんですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことですか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって、愚か者が。出現しませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだよ。おい、そうだかい。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。やっぱり罠だったじゃねえか。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。好，和自己以前的那种归属组织打，总是一件不让人开心的。自己曾经只是一份子，但是现在双方却兵戎相见，别的不如。哦，昨天做了个梦，我梦到我去了一家泡泡浴店。不是，但是这梦可不是什么好梦，因为一开始我认真的以为我是去一家泡泡浴店，结果人家泡泡浴店是家黑店，骗人的，里面呢只有大妈。吓得我立刻就跑了，反正并不是什么好梦。操，太离谱了。
本来满心期待，结果 What the fuck？ 我的番。害怕，现实里不敢，我不知道梦里为什么就敢。和外面的广告图完全不一样，那些人。俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど、案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっていうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。まあまあ言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まり。他妈谁呀这人操。やったので放射しねえぞ。前后夹击。看我使用卫星光束清场。这就是我们横滨第一大企业的实力，懂不懂？直接卫星打击你，把我当谁啊？直接秒了一大半。どうするかね。やめん这个你这个怎么说，你这个准头点差。
雑魚が。回復だ。どうするかね。舐めないでくれる？やってやろう。出ると思ってるよ。よし。第一场，这人叫德查，德查，德查。天青塔。ド派手にぶちかませ。他的小跟班全没，刚才不是说要解剖我吗？现在怎么没这气势？降低攻击力，为什么全都是赵被攻击，太惨了。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろうよ。箱の中におめえの首を見たらな。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。近江にはこんなのが、ワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。林子大了，什么鸟都有。これよりやばい奴らだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん陰陣町にやってくるの、勘弁してよ。一番。浜子さん、どうしたんだい。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そして
そしたら、あの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け、浜子さん。一緒に探してくれよ、一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はね、私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。畜生。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは。親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだったな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大義連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに県市長も加えてくれねえか。同时干政府仅是厅和最大的黑道联盟，但是他们全都是暗中勾结，其实就是一体而已。たく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッチャン、俺らと一緒に。可惜没法寄一封预告信。さすがは俺たちの仲間だ。如果寄预告信的话就变成什么啊，那个お前は弟さんの無事が为了一己私利作践平凡市民的日本民自党警视厅和晋江联盟。こうなら地獄の果てまで一緒に戦って
弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。